エリック国は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。アイオワ州、シーダーラピッツ出身。ルーファースポーツ所属。総合格闘家のキヨニコ国は実刑。4歳の頃にテコンドを始め、14歳の頃には総合格闘技に興味を持っていた。総合格闘家となるために、ワシントン高校を中退した。2007年プロデビュー。2009年12月19日。 WEC 初参戦となった WEC45 でジャミール・ザ・サージェント・マスーと対戦し判定勝ち。2010年3月6日 WEC47 でチャド・メンデスと対戦し判定負け。キャリア10戦目で初黒星を喫した。2011年3月19日 UFC 初参戦となった UFC128 でハファエル・アスンソンと対戦し、 小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2013年1月26日、約1年4ヶ月ぶりに出場した UFC オン、ホックス6で、リカルド・ラマスと対戦し、グラウンドの肘打ちで TKO 負け。2013年8月31日、UFC164 でフェザー級ランキング7位の、ダスティン・ポイエイト大戦し、判定負け。 2014年2月22日、ライト級転校初戦となった UFC170 で、ハファエロ・オリベーラーと対戦し、一チティコ勝ち。2019年7月27日、ウェルター級転校初戦となった UFC240 で、カイル・スチュワートと対戦し、判定勝ち。ありがとうございます。